マジカルパンチラインです。秋口ゆなです。宇佐美空です。吉澤遥香です。増田真希です。山本花です。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで2024年になりました。新年新年一発目って何するかっていうと目標を立てるじゃないですか。はい、1年の書くよね。そう、書き初めとかに書いてるんですよ。だるまとかもある。そう、ある。片目だけ書いて叶ったらね、両目書くっていうのありますけども、はい、今日はマジパンでなんか叶えられそうな目標を考えていこう。イエーイ。グループの目標とかはまあ結構な、多分いろんなところでお話とかしていくと思うので、今回このマジパンの YouTube ではもっとちょっと砕けた感じで、いけんじゃないみたいな目標をちょっとみんなで考えていきたいと思います。はい。どうぞどうぞどうぞ。あ、個人的な目標とか。あ、でも OK です。でもいいですか？マジパン全く関係ないでしょみたいな目標でもいいです。あ、OK です。同じです。あ、はい。じゃあ、同分。大丈夫です。はい。それでは、まあ、グループの目標でもいいですし、個人の目標でもいいですし、みんなで考えていきたいんですけど、はい、後ろにせっかくホワイトボードがあるので、事前に書きながらやっていきたいんですけど、はい、か初期、はい、おすごいやる気が、張り切りガールだね。ね。じゃあ、仕切りたガールなんで、じゃあ、仕切りたガール。じゃあ、ソラちゃんも立ってもらって、はい、みんなから出た意見をもう書いてって、どん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 書いてってください。私、あれなんですよ、小学校の時、初期とかやってた。初期とかやる系女子で。はい、それではそらちゃんが初期係に任命されたということで、はい、早速考えていきたいと思うんですけど、なんかやりたいことありますか？やりたいことでいい。旅に出る。おお、山本さん旅に出るだって。はい、もう書いてください。これは、ね、書いてくださいよ。はい、これ何、これはなんかずっとなんか一人でなんかどっか旅に出たいみたいな言ってたんですけど、まあ、ね、なかなか叶わず、まあ旅に出るの結構難しいよね。そう、むずいんですけど、まあでもなんかマジパン誰かいたら多分出れるから。あ、一緒に誰か来て。あ、一人じゃないよ。一人旅じゃないよ。誰がいい、誰がいい、え、推薦。え、ちょっとさーちゃんはうるさいから嫌で。あ、ごめんなさいね、すいません、外されちゃいました。え、でもほら、ゆるちゃんと行きたい、何気に。あー、私何もしないよ。うん、何もしないから何も起きない。何も考えない。この旅のやつとかも考えていただけるのであれば。私は何も考えないので。あ、もうやばい。ダメじゃん、東京から出れないの。ダメだ。だからそういうの叶えていきましょうよ。叶えていきましょうって。え、はるかはあるの？なんかさ、ハロウィンツアーの大阪のホテルで、ゆなちゃんはいらっしゃらなかったんですけど、そのデサラちゃんが料理を作ってくれたんですよ。で、それがめっちゃ楽しかったから、なんか料理みたいな企画でさ、ゆなちゃんの企画とかでもやりたい。なんかやりたくない？あ、なんか実現しそうだよ。ね、やりたい、やりたい、料理やりたい。デサラちゃん、料理の字違いな。料理かって書いてある。科学の科になってます。になってます。間違えました。間違えちゃいました。料理やりたい。確かにみんなでね、やったら面白そうかも。やりたい。あり。買い出し。あり。はい、はい、そらちゃん。私は個人的な目標なんですけど、髪の毛を染めてみたいっていう。え、染めちゃうの？こんな長い髪の毛。なんか切るのはちょっと嫌なの。ちょっと抵抗があるから。どんだけね、長く伸ばしたら。そうだから、ちょっとイメージをガラッと変えてみたいなと思って染めてみたい。じゃあ、そんな何色でも坊主でもいいですよって言われたら、何かどんな髪型にしたい？茶色。あ、無駄に。逆に珍しいもんね、マジパン。ユナちゃんしか確かにいないから。そうだね、茶色だから。でも、はるかさ、よく染めまってるって言われる。そう、はるかさんが髪色変えたとか言うけど、全然生まれた時からこの色。髪色変えた、新しい髪色いいねとか言う。全然ずっと生まれた時、生まれてるとか、これもうずっとね、茶色っぽいからね。そう、なんかもうさ、いっそのことさ、もうピンクとかにすれば。ね、いや、ピンクは勇気ない。あの、もう、真っピンク、桜みたいなピンク。え、似合う、似合う、似合わない。え、似合うよ。似合いそう。似合う。ハイトーンやりたいけど頭皮がついてる。髪の毛はボロボロ抜かちゃう。怖いよね。ハゲてて。もう私はカラーのダメージで今。本当だ。超髪の毛。始まってる。上じゃない。どうしよう。上は別に同じくらい減ってないから。いいね、でも確かに。メンバ
めてるの私以外いないから、うんうん、ちょっと見てみたいね。玉木なんかある？男装したい。わあ、わかる。したいイケメン。それが言ってるよね。イケメンだよ。うん。自信あるんだ。あ、いいね、男装。いいね、面白い。はるか男装。はるか絶対似合うだよね。うん。はるかちゃん肌似合いそう。はるか似合う。はるか似合う。なんかここの3人似合うよ。え、どう？顔悪い人似合わない。ああ。じゃあ顔丸にはちょっと顔丸さ今似合って言われてちょっと喜んでたの。顔丸って言われた瞬間顔丸言ってないの？めっちゃしっかり聞こえたの。でも今日フェイスライン出てるから、フェイスライン出てない。まだいけんじゃん。そういけるじゃん。今日ダンス、今日ダンスいいね。ダンス見てみたいかも。なんかさ、マジパンのさミニライブみたいな時ってさ結構いろんな顔丸ちょっと待って、待って、やばい、サラちゃん。ダイって書いてますよ。ダイじゃないでしょ。そうそうそう、さあ明後日テストでしょ、大丈夫？でサラちゃん、はい、食したいって言ったんだよね、自分から。そらちゃん、しかもさ髪染めたい、もうさ目なくない、目ないそうから髪染めたい。ダメだ、もう無能初期です、もう人選ミスだ。自主的第1回目なんで、まあ、味ということで、はい、いいね、ダンスを。マジパンのミニライブって結構さ、いろんな格好したりするじゃん、クリスマスだったサンタさんとか、うん、その中にちょっとダンスライブみたいなやってみてもらえたら、いいね、楽しそう。みんなで学ランとか来てさ、やば、学ラン好き、ね、やってみたい、学ラン来てみたいな、いいね、私なんだ、なんかね、あ、私ね、みんな結構意外と思われると思うんですけど、もう聞いてくれる私、みんなでテーマパークに行ってみたい。意外。ゆうなちゃんが？行ってみたい。でもジェットコースターは嫌だ。ジェットコースター乗った。ジェットコースター、ジェットコースターしか乗りたくない。やっぱ行きたくない。消して消して。おー、消して。あと、平和なのがいいの、私は。でもさ、アイデンさんなんかさ、コスモワールドとかみたいなさ、乗れる系いいじゃん。じゃあ怖いもんだってあれ。え？すんごい。あ！こんなジェットコースター。え、なんかあ、あそこもいいよ、東京ドームして。いや、あそこもさ、こんなすごい。そうなの。めっちゃ楽しい。あそこ。提案してあげよう、こちらで。スポッチャじゃん、スポッチャ。あ、スポッチャとか。え、スポッチャ。スポッチャ。テーマパークなんでスポッチャに変えといてください、しょうさん。はい。テーマパーク行ったら私。いや、テーマパークも。ね、テーマパーク。プラス。プラス。もう絶対行きたくない。ジェットコースターで。もう逆にさ、すっごいゆなちゃん怖いところに連れてきた。ゆなちゃんって何気にビビりだから。え、お化け屋敷とかそういう系は？え、無理なの？うわ、え、入れようよ、誰か。え、行きたい、行きたい。お化けも絶対無理。お化け入る。お化け屋敷やな。マジで。でもだってお化け屋敷って作り物だよ。そうだよ。怖いよ。だってあの別にその本物か偽物かとかじゃなくて、人とかにさわって驚かせられたりするのも嫌だもん。いるよね、そういうしょうもない人。しょうもない。しょうもない。しょうもない。まあでもなんかみんなでそういうところに一回行ってみたいなっていうのはある。そう。スポットライト、だいたいカタカナじゃない？いや、カタカナだよ。なんでこれ書いてスポットライトみたいな。もうやだ。最後ちょっと真面目にゼップ新宿満員にしたい。やったー。よく言ってくれた。あれか。ティーン。どうだティーン。いやでもやっぱりそう2024年って言ったら今マジパンでね、うん、一番大きなことってやっぱゼップ新宿でのワンマンライブじゃないですか。うんであのまあ、卒業メンバーも全員集合するっていう、 もうお祭りだからみんなでもうゼップ新宿満員で、うん、みんなで楽しい一日にしたいよね。したい、はい、ですね。それが叶ってから他の旅で料理したり髪染めたりダンスをしたり、うん、スポッチャ行ったりしよう。スポッチャ行ったりしよう。テーマパーク、テーマパーク行かな。もう一気に行きたくなくなっちゃった。なんか書いておいてください。今ね怖いく、もうなんかやだやだ、無理だからやめるよ。怖いよ、怖いよ、今日絶対してて怖いもん。普通の文字で書いてくる髪の毛の集まりみたいな。まあいい、いやもうこれに限るよね。いやもう本当2024年はすごい右上がりだね。いいよいいよ、右肩上がりだよ。そうだよ、素晴らしいよ。
ば2月24日までね、絶賛に向かって突き進んでいきましょう。はい、はい、ということで、こんな感じで2024年にマジパンメンバーがしたいことはこんな感じでございます。イエーイ。なんかね、全部叶うかどうかは分かりませんが、みんなで叶えられるように、はいはい、頑張っていきましょう。頑張ります。ということで、皆さんも2024年もマジカルパンチラインの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。肩やろう、肩やろう。この動画が良かった人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。次回の動画も